春の長雨となった関東地方は天気が回復し、5日連続で雨を観測した東京もようやくお花見を楽しむことができそうです。東京都心は先週の水曜日にソメイヨシノが満開を迎えた後、なかなか日差しに恵まれず、この5日間の日照時間は平年の3割程度となっていました。春の長雨となった関東地方はようやく天気が回復しています。今朝にかけて5日連続で雨を観測した東京都心や宇都宮も現在は青空が見え始めています。予想最高気温は東京や宇都宮で18度、熊谷で20度など、昨日の冬のような寒さから一転して春の暖かさが戻りそうです。久しぶりに見頃を迎えた桜と青空を楽しむことができそうです。